名古屋市交通局1400系電車名古屋市交通局1400系電車名古屋市交通局1400系電車はかつて名古屋市交通局が保有していた路面電車車両である軽量化に留意し流線型を取り入れるなど従来の名古屋市電の車両から大きくモデルチェンジした画期的な車両であるとともに昭和戦前期の日本の路面電車を代表する 形式の一つである。明治期以降の名古屋市は、愛知県の県庁所在地として、江戸期の終わり藩の城下町という、政治、経済の中心地としての役割を引き継いだほか、軍事面でも、近代平成による名古屋賃代が置かれ、後に賃代が第三師団に改組されると引き続いてその永住地となり、旧藩の頃に比べると、三河も含めて、エリアの広がった愛知県の政治、 経済、軍事の中心地となった。また、高等教育機関では、名古屋帝国大学の母体となった愛知医科大学を、はじめ、第八高等学校が設立されるなど観光私立の学校の整備が進み、工業の面では、名古屋市南部の日田地帯に工場が進出し、中京工業地帯の原型が形成された。このように、近代都市として発展する名古屋市内の基礎、 交通機関として、1898年、明治31年に開業した名古屋電気鉄道を母体とする名古屋市電は、1922年、大正11年の市営化以降も名古屋市の発展に応じて、路線の延長を続け、市民の重要な足としての役割を果たしていた。昭和初期以降は、他都市同様折からの大不況とバスを中心とした、モータリゼーションの進展によって、 乗客源に悩まれるものの、九百三十五年、昭和十年から市内に乱立するバス会社の買収を開始、市内交通の一元化を推進していった。その動きは、資源の末端部で接続する小規模の電気鉄道にも、及び、九百三十六年、昭和十一年五月には、中村電気軌道を、九百三十七年、昭和十二年十二月には、築地電気、 下の一式電車軌道、新三河鉄道の各社をそれぞれ合併し、自然路線網に組み込んでいった。1937年の初めは、名古屋市の都市基盤整備に大きな進展が見られた時期であった。2月1日に名古屋駅が笹島城から現在地に移転し、ゆったりした高架の駅構内は、長年にわたって名古屋の玄関口として親しまれた。 名古屋駅旧駅ビルとともに当時東洋一と称された。続いて3月3日に植物園が同月24日には動物園がそれぞれ東山公園内において開園、名古屋市民だけでなく近隣各県の行楽客を集めた。こうした名古屋市の発展を内外に示すイベントとして3月15日から5月31日にかけて名古屋反対平洋平和博覧会が 厚田前、新田、現在の港名港名金において開催された。市電の路線もこれに合わせて延伸され、東山公園へのアクセスルートとして2月に、東山公園線各大山東山公園間が、博覧会関係路線として3月に、野立地築地口線日比野地区口間がそれぞれ開業したほか、名古屋駅意見に応じて3月に、笹島町、 笹島警察前館を開業させて、旧中村電気軌道の路線、中村線と栄町線、広小路線を接続、同時に名古屋駅への接続路線、笹島線、広井町線を3月に開業させ、新駅前への乗り入れを実施したほか、博覧会開催中は、市内各地から会場に直行できるよう系統を編成し、会期末までの間に480万人にも上る。 入場者の輸送に当たった。このような状況を踏まえて、博覧会にふさわしい世界一の電車と、今後の名古屋市電のスタンダードモデルを目指して1400系製造された。1400型は1936年12月から1937年2月に、かけてまず20両が投入され、反対平洋平和博覧会の観客輸送に備えた。 その後も5時にわたって増備は続き、1941年、昭和16年12月から1942年、昭和7年4月の最終増備に至るまで、日本車両製造、木並車両製造、新潟鉄工所により、総計75両が製造投入された。製造にあたっては、名古屋市電の標準形式となることを目標に製作されたため、 日本車両の技術者を顧問に招いて、十数回も設計に変更が加えられた末に、完成した。車体は12メートルクラスの中型車で、従来車と大きく異なる張り上げ屋根の側面窓配置、1D4D4D1 D D D、二段上昇窓で、両端扉は2枚引き戸、中央扉は1枚引き戸となっていた。張り上げ屋根は、戦中戦後に登場した九百系、千五百系、 1600系、1700系、2700型が通常屋根で登場した以外は各形式に継承されたほか、窓配置はに扉車の1070系、1600型と2700系連接車の車体を流用した1700系、それに連接車各形式を除く、その後に登場した名古屋市電各形式の標準的な窓配置となった。このほか、 両端扉に接する部分の客用窓及び、車端部の窓の上部には R が設けられ、優雅なアクセントになっていた。前面は3枚窓で、中央扉上に方向膜を倉庫にヘッドライトとナンバーを取り付けていた。足回りは 45HP モーター、一部に3 5 h p に、50HP2 を搭載したものもありを2個備え。 ブリル3 9 e に類似のコピー台車を履いていたが、このモーターは従来車と比べて出力が弱いため、それまでに登場した3扉、大型ボギー車の1200系、1300型が、頑丈一点割りの重厚な車体であったことから、一転して、車両の軽量化にも力が加えられた。また、塗装も当時西町車両工場で高耐火改造が進められていた。 改造単車に採用された窓回りイエローーカー、腰回りグリーンのツートンカラーとなり、この塗装が名古屋市電の標準色となった。このように名古屋市電の従来車両に比べても、極めて斬新かつ優秀な車両の実現となり、本形式において戦後の2000型にまでつながる名古屋市電スタイルが確立された。また、1400型は、 同時期に登場した大阪市電九百一型とその、モデルチェンジ車の大阪市電二千一点二零一一系、神戸市電七百0系、京都市電六百0系、阪神国道線七十一系、金魚鉢と並んで、戦前の日本の路面電車を代表する車両となった。千四百型は、当初の目的通り、名古屋反太平洋平和博覧会の観客輸送に充当され、 数は少ないながらも、博覧会の動くパビリオンとしての役割を果たした。その後、増備が続けられるとともに各線に投入され、2600型をはじめとした連接者各形式ともども、戦時体制が進行する中で、軍事工場への労働者を中心とした、通勤客輸送に徴用された。太平洋戦争末期の戦災で5両が全焼、また、終戦直後にも1両が事故で、車体大破し、 これらの車両、ノース1405外1416系1420兆1423億1432万1410は、復旧時に1500型に準じたボディー改められたが、1500型とは、側窓の R の有無で区別することができる。戦後も1500系以降、路線の延長と老朽車の置き換えを目的に新車が、増備され、1953年、 昭和28年以降に登場した1800、系以降は1900系、2000型と名古屋市電が誇る和製、PCC カーが続々と登場。さらに、NSL 車800型も登場したが、扱い良い1400型は乗務員の評判も良く、これらの新車が登場した後においても、市電の主力車として走り続けた。中でも地下鉄東山線開業前後の、 栄江朝鮮の輸送力が逼迫していたことから、三扉で大量乗降に適した千四百型は、連接車などと合わせて、栄江朝鮮を担当する池下車庫、1958年、昭和33年12月から、稲葉地庫、上新車庫、安田車庫に集中配置され、押し寄せる乗客をさばいた。しかし、地下鉄東山線の延伸に伴って、 相対的に市電の役割が低下すると1400型は各車庫に転出市内各地で見られるようになった。その後の1400型は1966年昭和41年の港車庫担当系統のワンマン化の際に全面方向膜の右横にワンマン表示灯を取り付けたり車内にワンマンカー関連機器を取り付ける改造を実施した。 このタイプのワンマンカーは後に登場した標準型のものと異なっていたことから通称港型ワンマンとも呼ばれていた。また同時期に下の一式文書に配属された1444万1445の2両は下の一式線内の単線続行運転に対応できるよう正面方向幕左側に後続車確認標識等を取り付けた。こうして 下の一式線にも入線したことから、1400型は、名古屋市電のボギー車の中では唯一全線で運用された車両となった。1960年代後半からワンマン改造が全車に施行されることになるが、この時のワンマン改造では、ワンマン表示灯を全層下に設け、ナンバーの文字を小型化して、系統板の下に移設したほか、車内機器も小型化された。なお、 港型ワンマン改造車についても1968年以降から標準型への再改造が実施されている。このほか、1962年、昭和37年頃から1401から1430のうち潜在復旧車を除く車両の窓枠のアルミサッシ化を実施したほか、時期は不明であるが1410兆1417億1423万1454。 の4両の全面方向幕右横にルーバーを取り付け、車内の換気能力の向上を図った。1400型は、資源の末期に至るまで、全車庫を転属して、残存全路線を走り続けた。初めての廃車は1971年、昭和46年4月の上信延長線、秩父通りから、下、江川線、八熊通関。 高岳線東新町清水口延長線、黒川間、矢後戸線、安田車庫前から、矢後島廃止に伴うもので、1464から1475の12両が廃車された。同年11月の地高線厚田駅前、築地線支線西稲江間廃止の際には1408万1457から1463の8両が廃車されたが、1972年、 昭和47年2月末の上新車庫、今鉢車庫兵所持による車両の転配属の際には、和製、PCC カー格形式が大量廃車されたにも、かかわらず、1400型は一両も廃車されることなく、残存の沢上、高辻、安田の三車庫に集結し、1974年、昭和49年の全廃寺まで、主役の座を守り続けた。 他の事業者への譲渡車両としては、1971年4月に廃車された車両のうち1465から1471億1473万1474の給料が、豊橋鉄道へ譲渡された。同車はも3100型となってそのうちの7両が、冷房改造を実施され、2006年、平成18年まで、主力車両として活躍していた。その後、 も三3102のみが、マルーン一式の塗装となり、車体イルミネーション用の配線が追加され、イベント専用車検予備車として残された。その後も名古屋市電生まれ最後の営業車両としての活躍が続いていたが、2011年2月に運用から離脱し、旧車となったが、2017年に廃車が決定し、2018年、平成30年2月下旬に赤岩口車庫より、運ぶ。 撤去処分された。1400系の中には、廃車後民間施設や公共施設に譲渡された車両が多くあった。現在では1401が名古屋市科学館で、1421が大英場 E 画店で保存展示された後に再度交通局引き取られた上で再整備され、現在では日清市の赤い景気近くにある名古屋市市電地下鉄保存館。 レトロ電車館で、それぞれ保存展示されている。1475は、藤ヶ丘工場内の市電展示場に展示された後、東山道植物園に保存展示されていたが、屋根のない屋外展示のため老朽化が激しく、1995年に解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。